どうも。今日はね、S プラス24からのスタートだね。昨日からの続きだね。いや、昨日24上がったんだっけな。で、裏でやってたらね、ポイント160溶けちゃったね。まあ、2敗はね、普通に、負けちゃったんだけどさ。なんか残り1敗はさ、通信エラー起きて、それが負け判定になったんだよね。苦しい。苦しい気持ち。ほとんどとにかく潰したいけどな。はい、逃がしてじゃない、逃がさないようにしといて。あ、完璧。まだどうしてもこのゲームなんか、ね、キルよりもデス数が異様に多い味方とか引いちゃうとやっぱ、ちょっと厳しい感じはすごい、あるよね。いや、マジかー。それしんどいよな。いや、ナイスでも味方強いわ。味方が強い。今回は俺が、沼んなければ一生いけそう。でもなんかちょっとハマってないんだよ、俺の動きが。全然ハマってない。これ裏取りってどっから行くんだっけな、ヤグ、ガチヤグラは。登るとこってさ、味方超強い。ナイスワイプアウト。あるっけ、そっから。そっから行けたっけ、行けねえわ。なるほど、正面からか、主に正面からだから、一旦、メガホンちょっと打っといて、倒した。うわ、それ当たんないか。ヤグラはね、あれだわ。これ正面からだね。正面からしか行けないわ、嵐に。あれ潰しに行きたいけどな、あれな。あれ行きたいけどね。どこ行った。はい、倒して。あと一発で、それ。ナイス、いいよ。で、メガホンぶっぱからの、ヤグラを進ませようぜ。ちょっとこのマップさ、結構大変じゃない？割と大変だよね。裏取りからのいい感じに、ヤグラ進めたいけどさ、どう進めるかなんだよな。スライドがね、仕留めきれんな。地味にボムもちょっとめんどくさいしな。いいえ、ナイス、いいよ。で、ここだな、ここ。ここからしっかりと嵐に行くのが正解なんだろうな、きっとな。置いといて。いいね。やばいやばいやばい、めっちゃいる。ナイス、いいよ。それはここ取ってれば良さそうじゃね、なんか。ね。まあ、そんなことなかったな。いや、このマップちょっと裏取りとかはしにくいわ。無理だわ。このマップ慣れてなかったけど。ホコとかならね、横から裏取りとか差しまくれんだけど。そんなのできんわ。潜伏して正面の敵を、ぶっ潰す方が早い気がする。今のメガホン超弱い、ちなみに。めっちゃ弱いメガホン入った、今のは。マジで弱かった。さ、みんなで乗ってんだよな。守りきらないとね。ナイス、いいよ。強い。これ強い。どういった？一発当ててる。ナイス、いいよ。いいね。なんか今回何もしてないんだよね、俺。マジで何もしてないからさ。メガホン打っといて。いや、マジボムがめんどくさいのと、クーゲルって意外と射程長かったりしたよね、多分。多分したよね。ちょ、ヤグラがボム運んでくる。やるな。ね、このマップなんかノックダウンちょっとむずくない？そんなイメージ俺あるんだけど。そんなイメージ今抱いてんだけどさ。難しそう。これ今のあんま良くない。今の釣り方はそんなにマジで良くない。それインリンじゃないの？いないか。普通に。ボムがね、ボムコロがね、めっちゃだるいね、ボムコロがね。さ、メガホンで一旦。やべえな、ボムコロ。ボム多すぎんだろ。
これ何このボムの量、終わってるこのボムの量マジで。ボム飛んでくるぞ、そろそろボム飛んでくる。オッケーオッケーオッケー、一旦ね乗れば勝てそう、これあと一発、ナイス、いいね、勝ったね。なんかキルムーブみたいなのしにくそう、ここ結構しにくそう。裏からぐる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 できればいいけどね。でも全マップ裏取りブワーってできるようにしてほしいわ。そしたらもう、そうだね、それしてほしいわ。そしたらもうリッターとかね、敵に来てもねストレス軽減されるんだけど、逆にリッターがストレス受けるだろうね。まあ鳥は一生だね。さあ次は金目鯛美術館だね。さあこっからね、溶けた160ポイント取り戻そうぜ。いやほんでもね、やっぱ連勝しまくってたら連敗とかも割と、連勝するってことは連敗もするってことだからね、連敗ムード入っちゃうとしんどいよね。まあそれやだな、前線行くのにちょっと時間かかっちゃう。まあ大丈夫かな、寿司は横から刺してくるけど、それはカバー待っといてやれればめっちゃいい感じになるかな。どこ行った寿司、わかんない。そろそろでもスペシャル、いや寿司がね、スパショがね、あのやばい溜まってる、上見たらわかる、めちゃ溜まってるから、これはね、危ね、3回打った。オッケーオッケーオッケー、3回打ったよ。もうさあ、あとは味方が生きてるうちにしっかりメガホン打っといて、ここから打開をしっかりとかましていきたいけどね。いやーボム多すぎ、やべえんだけどボムの量マジでやばい。オッケー潰していいよ、オッケー潰して、やれるそれ、ワンチャンやれたら最高だけど、メガホン打つわ、もう無理やり行くぞ、もうオッケー潰して、いいよ。ヤグラ進んでるってか。オッケー、これ潰す。オッケー潰す。で、メガホン打つよ。いいね、スピゾーの効果生きてる。でねー、めんどくさいのがさ、おい、そんな子キューバ張るな。大変だから、マジで。あ、上倒した、それ。倒した。ナイス。いいね。9番。大変すぎる、これ。オッケー、倒して。いいよ。あとはね、メガホン打ちたいな。溜まれ。溜まっていく。このメガホン、マジナイスだったな。ダメだったか。呼ぶか。いやこれにて終着かな、終点だね。頑張ったな、あとはスペシャル貯めながらかな。だいぶ頑張ったな、倒したな、結構いい感じに。もうメガホン貯めてかな、敵の寿司がスパショ溜まってる、うん、そうだよね。から一旦その裏にいると思うから、おやばすぎやばすぎやばすぎ。味方も近くにいるから普通に、これは寿司の方が射程長いしね、これ打っちゃって。いやーナイス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 。味方側をね、味方側をなんか敵のやつが打ってたら、そいつのカバーをしっかりとしに行ってあげたい感じはすごいあるよね。ヤルグラがどうなるかわからん、多分取られるよね、どうなるかわからん。オッケーオッケー、これ溜まりそうなんだよな、ウルトラショットじゃないや、メガホン、ナイス、いいね。そう、突っ込んで焦って止めに行ったらダメな気がする。カウントがあるんだったらなんかライフで受ける、ライフで受けたいよね、やっぱり。待って、メガホンが刺さなかったんだけど。
ダメだった今の。ナイス倒した。いいよ。いやね、あんまシールドの近くにいすぎるとね、怖いんだよね。倒していいよ。はい、いいね。早いな、復活。インクの復活。めっちゃ早いな。メガホンって。なんか敵の数少なくない？上とかにいたのか。当たんないよね、さすがに。登ってくる。登ってこないか。じゃあいい。じゃあいいですよ。乗ってんのか、これ。乗ってるな。誰も乗ってない矢倉打ってる、あいつら。多分。これはもう挟んで倒す。挟んで倒す。で、なんか射程長いな、あいつ。思ったより。危ね。まあいいや。多分誰も乗らんやろ、相手。撃っちゃえ、もう。撃っちゃえ、撃っちゃえ。いや、今回はだいぶ、無双できたんじゃない？ね。一試合目は割とあれだったけど、すごいキャリーされてたけど、二試合目はさ、だいぶ無双できた気がする。そんな気がする。どうだ？あ、でも言うてそんなキルしてなかったわ。あ、でも、成績優秀すぎ。さあ、マテガイ放水路だね。マテガイ放水路は、もう金メダルとかだったら前抑えやすいけど、マテガイってどこを抑えればいいかみたいな、明確な抑えポジみたいなのがね、抑えにくそうだからさ、それちょっとしんどそうだ感じは。あるよね、中央からしか相手の陣地行けないからね。あ、死ぬ死ぬ死ぬ、落ち着いて。いや、リッター強い。このリッターマジ強い。オッケー、相打ちだったらオッケーだけど、マジで見えん、ほんとに。このローラーの動き、ほんと大変すぎる。いや、なんか、大変だ！マジ、リッターどうしよう。このマップさ、ちょっとダメじゃない？マジで。リッターやりに行けんよ、これ。真面目に。大真面目。大真面目に言ってる。マジで。まあ、味方強いから勝てそうだね。ナイス、いいね。さあ、口寄せラショーもしっかりと耐えていこうぜ。で、これやりに行かなきゃな。で、追いかけてくるよね。マジか、やったやん。死体が弾を撃ってくんじゃねえ。いや、まあでもブラスターここやれたのすげえでかい。このブラスター倒したの、矢倉をね10ぐらいカウント進めれる価値はあるぐらいでかいからね、マジで。ここから登れないんだよね。気づいちゃった、俺。ちょ、ナイス送れないわ、今。無理。オッケーオッケー。メガホン打とう。で、一旦ヤグラ止めたい。危ね。それで無理かな。どうだろう。倒していいよ。で、まあ見られてるか、普通に。普通に見られちゃってたな。いや、もう確認せずにさ、相手がリスポーンする前に早く裏取り行きたいからもう行ったんだけどさ、まあ多少はみんなミスは許されるしね。17まで進めてれば割と許される。俺レティクル合ってんだから早く仕留めてくれよなって思うわ。さあ、人数より方のメガホンでしょ、やっぱり。ナイス、倒していく。リッターキラーだよね。リッターとかスピナーキラーになれるよね、メガホンはね。で、しっかり相手陣地を塗って、溜めようぜ。まあ、これなら食らっても全然 OK。これ塗るフェーズだから、今。ナイス様で溜めたい。そんな簡単に。うまっ。そのイカロールうまいな。俺イカロール使いこなせてないんだよね、全然。全然ダメなんだよね。脳が化石だからさ。
ぱ新しい用途で使おうとしないと本当慣れないよ。本当慣れないマジで。うまいわガチで。さあスピナーが帰ってきてからかな。いやまあ人数より作れてるからもう打っちゃおう。倒していいよ。でこれも破壊しとこう一旦ね。やべ食らった最悪。いや相打ち取れんか。まずそうだねこれね。いやうまいそれめっちゃうまい。スクリュースロッチャーほんとナイスそれ。スクリュースロッチャーって言っちゃった気がするけど、あれ倒してきた。あれ一旦もしかして気づいてた俺のあれに。俺が狙ってるのもしかしてさ。先乗っちゃう。これ逆に先乗っちゃうのありだな。先乗っちゃって味方が結構前いるからこれも吐いちゃうの割とありだな。いやー見えてないな。右の崖上いたのか。まあ、でも引っかかってたよ多分センサーにね。俺の目がガバかっただけだよね多分ね。まあ17までカウントあるから適当にリッター探して。うわちゃんとここ見てくるんだ。めっちゃ嫌なんだけどそれ。後ろから刺してあげよう。せっかくだから。はいはい今までの恨みでーす。恨みデュエース。あ、リッターだ。やりに行かなきゃリッターは。3勝か。いや、5勝しよう。割とでも今回死んだ気がする。マテガヤ放水路のガチヤグラのマップはね、結構難しいね。ノックアウトとか狙うのは難しい。割とそんな死んでなかったわ。優秀だったわ。やっぱさカウント進めとくと便利だね本当に。スペシャル貯める時間が猶予がもらえるからさ。まあリッターはね当然のようにいますと。弓もいるから今回どうだろう。バリア2枚とかめんどくさい。ワンチャンちょっと気抜いたら負けるかもっていう試合だねこれね。めんどくせえ弓とか。どっちみちしょっぱな勝ち合って無理だからこれはね、一旦ね、これかな。上もいるよ、多分。これ一発なんだけどなぁ、くっそ。マジか、ダメだったか。まぁ、あ、ちょっと人数いるうちにメガホンを打ってなんかこう、やりたいなぁって思ったけど、言うてだったわ、普通に。上いんの敵。いるじゃん、普通に。普通にいるじゃん。ナイスいいね倒した最高。おい切断すなよ相手なあ。ずるいってこれ俺たちの勝ち星にならんじゃん。ずるいよこれは。さあ気を取り直していこうぜ。いやさっきの試合勝ち星あげたかったな。まあ相手の編成事故を狩るっていうのも、まあ、大事だからね。相手とこっちの編成は同じみたいなもんかな。こっちの方がバランスはいいけどね。まだ何が起こるかは分からんマジで。ブラスターいるしね。ロンブラでしょあれ。まあ何起こるか分からんからっていう編成ねこれね。そういう編成だわ。若バリアいるし。まあ、トリマー味方生きてるうちに撃っちゃいたかったけど倒していいよ。2キルだね。いいね。あれ、上にいんのか。後ろが心配だわ、俺。こんな攻めててもいいけど。やるな、それ。なんでやられた？なんだ、なんかいた？うわー。ごちゃったな。まあ、真ん中で戦ったしね、周り見えんくなるのは、ちょっとしゃあないんだけど。ちょっと強いわ。
そう、敵強いわ。やめてくれ。味方も強いよ。突っ込まずにちゃんと耐えてはいるからね。ただ、美味しくないな、これ。これ美味しくないな。だいぶ美味しくないな、今のは。相打ち取れたからまあいいけど、取れないよりかはマシだけどさ。美味しくねえんだよな、だいぶ。そこでさ、倒して。で、オッケー、倒して。危ねえ。櫓が進んでる。オッケー、倒して。もう、きつい。きつすぎる、きつすぎる。ロンブラをさ、これなんだこれ、えぐいだろうな、やってるかお前ら。やばいって。ロンブラをさ、ちょっとバレルスピナーに買ってもらわないと、ちょっと辛いとこはあるかもしれんな。まあ、前行こう、ガンガン。でもね、これね、やっぱ端っこから攻めないとすごい、いや、今のね、俺ね、スペシャル撃とうとしたけど、撃たなくて正解だった、本当に。一旦これはね、味方をね、待つべき。戻ったね。戻ってから端っこから崩していこうぜ。ダメだったか。おー、マジか。ちょっときついね、なんか噛み合わんくなったな。こんだけ敵が強いんだろうな、今回。だいぶ噛み合わんぞ、俺たち。12まで行かれたしなぁ。ワンチャンだな。ほんとにワンチャン。何回かワイプアウトすればいけるかな。で、こうなったらもう寿司とかさ、正直潜伏でいいからさ。即爆発やめて。即爆発やめて。寿司とかこうなったらもう潜伏でいいからさ、正直。マジしんどいんだよね。あとウルトラショット打ってくるみたいな。裏から来るかい？来ないか。ちょっと死ぬ前にも打っとこう。味方も生きてるしね、今のうちなら。倒して。まあ、ブラスターが多分ね、割と重いからさ、味方的に。ブラスターちょっと潰してあげようぜ。あとはまあ、シューター同士の戦いは正直、ちょっと勝ってもらわないと、無理やしな。1対1はね。1対1は、同じレンジのシューター同士はちょっと、勝ってもらわないと、ちょっとね。ブラスター。そこか、ブラスター。いやー、倒しに行けなかった、あれ。どうしよう、これ、ちょっと動かない。やばすぎる、爆弾の群れ。スペシャルだな、一旦。間に合い、味方が生きてるうちに。撃ってきたよ、もう俺。バレてんのか、これ。ナイス送りたいけど、送る暇ないんだけど。いや、これ、本当に敵が強い。崩せないんだけど。これどう崩すんだよ、これ。これ、隙の糸。いやー、ブラスターいるよね、そうだよね。いや、崩せない、これ、ほんとに。崩せない。スペシャル全員で、用意ドンで吐かなきゃ無理。あ、ルール変わってる。ガチエリアか、次は。エリアねエリアはねいかに抑えれるかだからね裏取りとかじゃないよな、エリアはな。難しいよね。まあ、横から、一応裏は取りに行けるけど、なんかまあ見られやすいからな。まあ、だからといって正面から塗り合ってても、ちょっとあれなんだけどね。射程の暴力。ナイス。まあ、一旦ちょっとビーコン飛ばせてもらってかな。飛ばせてもらって。まあ、メガホンからかな、とりあえずは。もう。やばすぎる。おい、ストレス。マジストレス。やめんかそれ、ほんとに。やめませんかそれ。さあ、やっと、戻れた。
やっと戻れた。やっと取れたし、エリアも。マジストレスなんだけど、リッターにぶち抜かれるのは。まあ、塗り勝っていくしかないよね、もはや。ナイス、いいね。あと一発だったんだけどな。当たんないか。あ、じゃあいいや。エリアだったらさ、前行きすぎて死んだら割と先般くせえからさ、ちょっとさ、前抑えの大事だけどさ、死にたくはないよね。なんかいるくね、これ。怖そうだよ、これ。危な。やり負けしちゃったか。オッケー。仕留めよう、一旦ね。冷静に仕留めよう。リッターは、ナイス倒して。何これ何これ何これ。あれか、ホップソナーか。かわしに行く。めっちゃかわしにくいんだけど、ホップソナー。ナイスエリア取り。シールドだね、一旦ね。で、一旦メガホン打って、いいよ。刺さった。リッター、あのリッターナイス9番。いやー、射程長え、マジで。これほんと退屈なんだって。ほんとリッターに睨まれてたらさ、何もできんくなるからさ、すげえ退屈なんだよね。動けなくなっちゃうからさ。どこだリッター、くたばれ。リッターだけに打っていこう。もう、ちなみにあと1回負けたらあれかな、測定終了で。あと1回勝てば、まあどちらにしよう、勝っても負けても測定終了だね。さあ、300何十ポイントか分からんけど、340ぐらいかな、ポイント掴みに行こうぜ。来んなよリッター。いいね、エリアリッターほんと強いからね。マジ強いからね、ほんとに。エリアの時リッター使いたいぐらいあるけどね。もうリッターでもね、なんて言うんだろう、コンディションに左右される。リッターは抜ける時は抜けるけど、抜けねえ時マジ抜けねえんだよな。ちょっと難しいんだよね。バックやめてね、それ。いないそれ。俺もメガホン落ちたいから死にたくないんだよね、ここから。まあ、トリマー、撃っといて、かな。ナイス、危ね。前行きたいけど、ちょっと行けねえな。まだ抑える、フェーズではないな、俺な。やばすぎ。塗りきつい。危ね。くっそメガホン打って裏取りってやろう、マジで。ほんと腹立つわ。これ高台取らんときりねえわ。相手の高台取りに行くわ。それで行く。まあ、それで負けたらもうしゃあない。しゃあない。なんか、ずっと塗り合っててもだるすぎる。許せねえ、俺は。あいつは。まあ、でも、あいつ、お風呂が帰ってきたからかな。お風呂帰ってきた。いいね。で、しっかりと。塗っといてさ、いいね。俺がフォーカス合わされてっから、味方が嵐に行ってくれてんのがすげえ助かる。マジ助かる。いいね、倒していいよ。あれ、マジか、そう来るか。あ、オッケーよ。どうせ上やろ、どうせ上。強い、それ。もう、だるいよ。嵐に行きたいけどね。今回なんか塗り武器が二人いる気がするからさ。どうだろうね。嵐に行っても、ちょっと、大変な気がするわ。ナイス、いいね。落ち着こう。これ一人で取ったらちょっとしんどいから。
まあ、一旦これだね。ダメか。いやー見られてっかー。そうだよね。ナイス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 、助かる助かる助かる。これね、後衛2枚みたいな感じだからさ、ちょっとしんどいんだよね。そう、バリアブルがいい感じ。でもバリアブルどっちもできるからね。バリアブルも前線嵐に一緒に行ってくれればすげえ楽にはなんだけど、だるすぎんだよね、こういう、このやつとか。オッケー、潰した。ナイス、いいよ。倒していいよ。逃げるか、一旦。見せかけての、これだな。オッケー、潰す。俺はお前を、お前らを許さない。くそ。頑張れ、あと13秒。ナイス。いや、カーボンもね、めっちゃ荒らしてくれてるから、すげえね。助かる。嘘、残業だ残業だ。いや、マジか、残業じゃね、これ。待って、残業やだ、残業やだ、残業やだ。ナイス。ちょっとキル足りてない感じだったよね。なんかね、しんどいね、だいぶ。このステージ、裏取りしようしにくいから。キルもちょっと取りに行きにくかった。さあ、これで、5勝だね。あ、380ももらえたな。いや、これポイント取り戻した、完全に。